はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、タイトルにもある通りなんですが、どんどん暑くなってきていて、これから汗をねたくさんかく時期だと思います。やっぱりそうなってくるとマスクとかもしてるし、汗でやっぱメイクが崩れちゃうじゃないですか。今回は私的に汗をかいてもこのメイクだと崩れにくいなっていうメイクをしていこうと思います。今日もGetReadyBoozeman形式で撮っていくんですけど、ちなみに今日、ジムに行くので、だから今日ちょうど汗でも崩れにくいメイクをするので、そんな感じで撮っていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速やっていきます。まずベースで使っていくのがこちらです。MAC のライトフル C プラスのティンティッドプライマーなんですけど、やっぱりこのベースメイクは優秀で、なんかでもこれはあれかな、一年中使える下地、本当にオールシーズン使えるような下地なので、でも汗にもすごく崩れにくいし、すごく万能なのでよく使ってます。やっぱりベースメイクが崩れやすいと思うので、割とポイントになってくるといろんな下地があると思うんですけど、私はこの下地が本当に、自分にも合ってるしなっていうので、これをよく使ってますかね。 SPF もね入ってます。 SPF45PA4+なので紫外線対策も一緒にできるので、夏場とかでもすごくおすすめな下地です。でもちょっと仕上がり的にはツヤ感のある感じで、サラサラっていうよりはしっとりめな仕上がりをしてくれるので、なんかこれ使う時は個人的にはパウダー系のファンデーションが相性がいいのかなって思ってます。もちろんリキッドでもいいと思うんですけど、私はパウダーがおすすめかな。リキッドファンデを使うとしても、最後はしっかりとパウダーで押さえてあげた方がいいかなと思います。でもこうちょっとしっとりする分、密着力はすごく高いです。続いてファンデーションなんですけど、崩れたくないからってしっかりと厚塗りでやっていく方もいると思うんですけど、私はどちらかというと逆になるべくつけるものを薄くしたいっていうか、軽くしたいっていうのが強いので、ベースメイクは本当にナチュラルにやっていきます。使うのがメイウェイのフィットミーのパウダー M120番、私は120番を使ってるんですけど、このパウダーファンデがすごい良くて、メイベリンっていうのもあってすごくプチプラでお手頃な価格だし、フィットミーのシリーズ、私も何度か YouTube でも紹介してると思うんですけど、リキッドファンデーションあるじゃないですか、あれもめちゃくちゃいいんですけど、そのパウダータイプが最近出て、これね私めっちゃ気に入って、ジム行く時とか、その汗かくなっていう時とかは必ずこれをつけてますっていうぐらい気に入ってます。こんな感じでパウダーファンデと、でこの中にここパッて開けると下にねこのパフが入れれて、パフもついてて、でここ鏡になってるので、だからもうこれ1個だけ持っておけばお直しもできちゃうしっていうやつなので、とっても便利ですよこれ。このパフもねちゃんと柔らかくて、付属のパフと思えないぐらい使い心地も良いです。でこれをもう全体的にグワッと塗っていきます。中心部分を特に頬に塗っていく感じかな。中心から外にかけてこう塗っていくイメージですかね。これはパウダーファンデっていうのもあって、どちらかというとマットめな仕上がり、ソフトマットな感じになるんですけど、すごく密着してくれて崩れにくいんですよね本当に。なんか汗を完全に抑えるとかっていうわけではないんですけど、汗をかいても崩れにくいっていうのがおすすめのポイントかな。肌もちゃんと綺麗に見せてくれるんですよね。私はなるべくベースメイクは軽くしたいので、本当にこの2つだけで済ませますね。でもしっかり隠したいなっていうところとかがあれば、コンシーラーを使ったりもします。その場合はコンシーラーを塗ってからこのパウダーファンデを使っていく感じですね。はい、ということでベースメイクはもうこれで完成です。さっき下地がちょっとしっとり系だって言ったと思うんですけど、パウダーファンデ重ねることでやっぱりちょっと肌がサラッとするので、夏場とかでもなんかこう気にならないっていうか、ベタベタしてるなっていう感じがあまりないので、本当にこのファンデはおすすめです。はい、じゃあアイメイクやっていくんですけど、私はアイメイクはそこまで普段と変わらないので、その日の気分によって変えたりとか、使いたいものを使っていく感じです。私個人的な話なんですけど、アイシャドウはあんまり崩れとか気にならない、排出というか気にならないので、そこまでこだわりはあんまりないんですけど、もしアイシャドウとかすごく崩れやすいっていう方がいれば、アイシャドウベースとかを使うのがおすすめです。私のおすすめは MAC のやつかな。やっぱりクレーププライム24はエクステンドアイベースっていうやつがあるんですけど、それを使うとよりアイシャドウの密着力も高くなって、すごく崩れにくくなるので、そういうのを使用するのがおすすめですかね。てかそうそう、もうねジムもどんぐらいかな、2ヶ月ちょっと行ってるんですけど、なんでこうジムに行こうかって思ったかっていうと、マリリンさんいらっしゃるじゃないですか。マリリンさんの動画でダイエットについて語ってる動画があって、て、それを拝見したんですよ。マリリンさん自体昔結構過度なダイエットをしてしまったりとか、知識がない状態でとりあえずもう痩せたいっていうので、間違ったダイエット、ちょっと危険なダイエット、すごく過度な食事制限とか、あまり体に良くないダイエットをしたっていうのをおっしゃってて、それで結構体が痩せづらくなってるみたいな動画を上げていて、でそこでも本当に知識がない食事制限とかで無理に痩せてダイエットするのは今後の自分の体にもすごく負担がかかるし、絶対将来見た時に良くないっていうお話をされてて、やっぱり食事とかを制限したらだんだん体重とか落ちていくと思うんですけど、その時は良かったとしてもやっぱり今後に影響してくるんだなっていうのはすごいそこで実感したんですよ。でもその動画を見た瞬間、見終わった瞬間に私はもうジムを調べてて勝手にやっぱりこう知識のない食事制限とかで痩せられるとはしてもやっぱり危険なんだなというのを改めて実感したので、そこで私はジムに行こうと思いましたね。私も体を動かすのもともと好きだったんですけど、筋トレは本当に嫌いでなんか筋トレって辛いじゃないですか。なんだろう、本当にもう己との戦いっていう感じしませんだったら私はどちらかというと有酸素運動とかの方が好きなんですよ。なんかちょっと楽しい感じで運動できるので有酸素運動とか好きなんですけど、でもやっぱ筋肉つけるのって大事らしいので頑張るかと思ってジムを契約しました。まあでもやっぱ実際行くと効果はすごい実感するし、引き締まるだけじゃなくて太りづらい体質にもなるらしいので、辛いけどその分やっぱやるだけ価値はあるなっていうのはすごく実感してます。続いてアイラインを引いていくんですけど、やっぱりアイラインはねすごい売れやすいところだと思うので、ウォータープルーフタイプのこちらを使っていきます。ヒロインメイクのプライムリキッドアイライナーリッチキープっていうアイラインを使っていきます。ウォータープルーフっていうのもあって、このアイラインもすごくにじみにくいのでこれを使用していきます。やっぱダイエットの質問はすごく日頃から多いんですけど、やっぱり運動して健康的な食事をとって痩せるのが一番体にも負担かからないので、結果やっぱそれが一番だなっていうのは思いますよね。でもやっぱ高校生の時とかはそんな時間もないし遊びたいしっていうので、なかなかジムに通おうとは思わなかったけど、もう本当に過度なダイエットだったりとかっていうのはマジで体を壊す危険があるっていうのはちゃんと理解しておいた方がいいなっていうのはすごく感じました。体壊れちゃったら元も子もないですからね。だって続きましてペンシルのアイラインを使っていきます。ラブライナーのペンシル、このペンシルもね本当に優秀で、ペンシルって結構崩れやすかったりとかにじみやすいんじゃないのっていう印象があると思うんですけど、この目頭だったりとか粘膜をこれで埋めていくことが多いんですけど、にじみにくいので時間が経っても崩れないんですよね。パンダ目になるとかもなくて、本当にこのペンシルアイライン好きです私。ではマスカラをしていきたいと思います。こちらを使っていきます。メイベリのものなんですけど、ボリュームエクスプレスマグナムウォータープルーフ N01 番ブラックを使っていきます。私普段はフィルムタイプが好きでオイル落ちるタイプが好きなのでそれを使うんですけど、やっぱりこう汗でどうしても崩れたくないっていう時はウォータープルーフタイプを使いますね。そうだ、最近ね私ついにスイッチをゲットいたしました。買っちゃいましたよスイッチ。結構ねこう見えて、まあ、どう見えてるかわかんないんですけど、なんかゲームとかあんましなさそうに見えるかな、わかんないですけど、意外とねゲームすごい私好きで、ちっちゃい頃とかは私たちの世代は Wii とか DS とかの時代だったのでもう毎日やってましたね。小学校の時とかも学校から帰ってきたら、真ん前に住んでる友達がいたので、その友達を家に呼んで Wii でスーパーマリオをやるっていう定番コースでしたね。もう本当に毎日のようにやってました。結構マリオ系が好きだったかな。スーパーマリオブラザーズもそうだし、マリオカートとかマリオパーティーとかもやってたかな。 Wii スポーツもすごい好きでしたね私。 Wii スポーツのボーリング、なんか前にも話したっけこれなんかデジャブ前にも話したかな。現実世界でもボーリングすごい好きなんですけど、 Wii スポーツのボーリングめっちゃ得意で私、あれねコツがあるんですよね。私はこう左にどんどん曲がっていくタイプだったので、右の方からこうサッて投げるんですよ勢いつけて。結構プロでした。プロ並みに上手でした Wii スポーツのボーリングあと何があったっけ、テニスか。テニスも得意だった気がするな。素早いサーブとかもガンガン打ってましたね。テニス現実世界でやってみたいかも。楽しそう。絶対疲れますよねテニスって。コートの端から端まで何往復するのっていうぐらい走りますよね多分。で腕も使うし、お腹もこう使うし、絶対めっちちゃ疲れそう。でも絶対楽しいよな。あ、で、そうそう、それでねスイッチを買ったんですよ。前からやっぱねずっと欲しかったんですよ、スイッチ。でずっと悩んでて、どうしようかな、買おうかな、どうしようかなってずっと悩んでて、結構スイッチって人気じゃないですか。売り切れもあってなかなか手に入らないっていうのを聞いてたので、まあいっかと思って諦めてたんですけど、最近また欲しいなと思い始めて。じゃあちょっと眉毛やっていきます。眉毛は最近よくこれ使ってるんですけど、マックのリキッドかな、これは。パウダーもねこうついてるんですけど、チップで。主に私はこっちのリキッドを使ってます。これが一応ティントのやつで、色が落ちにくいっていうやつなのでこれを使ってます。まあそうそう、それでねスイッチ買ったんですけど、なんか買ってちゃったらもう私ゲームばっかやっちゃうなと思って、他のものに手つけられなくなるぐらい多分やっちゃう気がしてたので、それもあってなかなか買ってなかったんですけど、でもついにやりたい欲が限界に到達しまして買ってしまいましたでストーリーにもあげたんですよ。ついにゲットしたみたいな感じであげたら、何のゲームやるんですかって質問が多かったんですけど、フォートナイトをすごいやりたくて、自分でもまさかやりたくなるとは思わなかったんですけど、 YouTube とかでもフォートナイトの実況してる人とかを見てて、どんどん見るのにハマっちゃって、見てるとやっぱ自分もやりたくなっちゃうじゃないですか。そうだからもうフォートナイトがやりたすぎて買っちゃったんですよ。今は買って3日ぐらい経ったんですけど、結構毎日空き時間とかにちょろっとやったりしてます。でもねやっぱ見るのとやるのでは全然違いますね。めっちゃ難しい、もう本当に分かんなくて、まあそんなにこうめっちゃ上手くなりたいっていう欲は別にないんですけど、ただ本当に楽しむ感じでやれたらなっていうふうにも思ってたので、その感覚でねやってるんですけど、めっちゃ難しくて、なんか私が今までやってきたゲームって自分でこう視点を動かさないんですよね。まずマリオとかもそうだと思うんですけど、進行方向のボタンと視点のこの上とか右左とかっていうボタンが違うんですよ。だからもうそれが本当に難しくて、今までやってこなかったタイプのゲームなので、何これ6つと思って、もうリアルなんですよね。この 3D っていうか距離感とかも分かんないし、なんか進行方向こっち向きたいのに横歩きになったりとかなんか本当に難しくて、まあ多分慣れたらできると思うんですけど、慣れるまでマジで大変そうだなって思ってます。今ちょっと心折れそう。まあでもすごい楽しいので今やってるんですけどね。スイッチってリモコンがすごいちっちゃいじゃないですか。絶妙な、ここに合わせたいのにグイっていっちゃったりとかなんか難しいんですよ。とりあえず合わせたい焦点に合ってくれなくて、コントローラーがそこがめっちゃ苦戦してます。まあちょっとね残酷なゲームだと思うんですけど、殺し屋のゲームなので、でもなんか倒せた時とかはやったーってなるし、なんかすごいよくできたゲームだなってめっちゃ上から目線になっちゃった。やってる方いるかな、フォートナイト。今のところそのフォートナイトがやりたすぎてスイッチを購入したので、他のソフトは入れてないんですよね。なんかおすすめとかあったら教えてほしいな。動物の森もやろうかなっていうのめっちゃ迷ってるんですけど、多分なんか私の性格上飽きそうなんですよね。DS はね私すごいやったんですけど、動物の森、あれってすごい波あるじゃないですか。ハマるときはハマるけど、飽きるとめっちゃ飽きるみたいな。そうだからめっちゃ迷ってるんですよ今、どうしようかなって。しかも6000円ぐらいするじゃないですか。だから結構ね渋ってるんですよね今とかいう話をしてたら、もうメイクが完成しました。で普段だったらチークとかハイライトとかやると思うんですけど、まあ今回はジムに行くっていうのもあって別にそんなにしっかりとやらなくてもいいので、今回はそこはスキップしたいと思います。最後あとリップですよね。リップは今日はこれを使っていこうと思います。満点にスーパーステマティンクなんですけど、まあ、リップはなんかその日の気分とかで変えたりもするんですけど、このリップ私すごい好きなのでこれを使っていきます。こんな感じかな。メイク完成しました。これが私が汗でメイク崩れをしたくない時にするメイクです。主なポイントはベースメイクかな。マスカラとかアイラインとか、やっぱりウォータープルーフのものを使ったりとかっていう感じですかね。はい、じゃあメイクできたので髪の毛やっていくんですけど、まあジムなのでどうせ髪の毛締まるし、今日そんなに寝癖もついてないので、ちょっと前髪だけやってきちゃおうと思います。はい、ということで今ちょっとストレートアイロンでちょっと前髪とか本当にちょろっと後ろも毛先をストレートにしてきました。ジム行ったら髪の毛とか縛ってやるので、とりあえず今はこんな感じで髪の毛は完了です。じゃあ最後にジムウェアをちょっと紹介しようかな。普段私が着ているジムウェアを最後紹介して終わりたいと思います。はい、ということで私のジムウェアこんな感じです。こんな感じですね。まずこのトップスなんですけど、スタジオ R330 っていうローラさんがプロデュースされているブランドのものです。普通に T シャツなんですけど、スポーツウェアみたいな感じで発売されてて、これを着てます。クロップド丈の短めの T シャツです。でこれ後ろがちょっと見えるかわかんないんですけど、チャックになってて着やすいっていうのと、結構生地がストレッチも効いてるのですごい動きやすいです。だいたいこんな感じで、下はレギンスを履くんですけど、これは今日はちなみにナイキのやつです。シンプルなブラックのやつですね。ここにわかるかな、ちらっとねナイキのマークがついてるんですけど、ちなみに靴下もナイキですね。だいたいジムウェアはこんな感じです。はい、ということで、じゃあこんな感じで完成したので、今からジムに行ってきます。頑張ります。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。行ってきます。